はい、ヤマハ NMAX125、ボアップ仕様で155やっています。ずっと朝から、LED の追加をしていました。やっと完成したので、これからじゃあ LED の方つけたいと思います。今まだエンジンはかかっていません。こちらですね、エンジンの方をかけていきたいと思います。まず今これがアクセサリーの状態です。エンジンをかけます。アイドリング1500です。デジタルは今1700ぐらいですね。まず今は、デーの朝のデーデーですね。こんな感じになっていきます。デーの状態のブルー。それではまずとりあえずまあじゃあ、どうしようかなと、スイッチの方がですね、1、2、34つスイッチつけてます。先日もアップしたフォグライト、イッカリング付きのフォグライト、それを点灯させます。これです。はい、つきました。これ今フォグのイカリングのとこがブルーになっています。これまだフォグがついていない、ただイカリングの状態です。それで朝からやっていました。ここも今ブルーの LED に交換しました。ここから見るとまあ、こんな感じですね。これはフォグのイカリングのブルーと連動させています。で次にフォグの方、これですね、これがフォグになります。まずこう今でこれ入れます。とこう今ホグがついてます。わかりますかね、これホグで、ホグが、何種類かあります。今消しました。もう一回オンで、もう一度オン、そうするとこうフラッシャーになります。多分このフラッシャー
すごい、あの皆さんほとんど使うことありません、ね、フラッシャーです。こんな感じでフラッシャーが今なってます。で、ま、もう一回ですね、一回消して、で、ホグ、これで今ホグになってます。で、次のこちら赤いやつ、これで、全ての LED 系がつくなってます。はい、まずじゃあフロント周りこんな感じです。今は、ホグも入ってます。で、横ですね。で、ホグ入れちゃうとここがあの見づらいですが、後でちょっとホグ化してます。で、ボディ下もブルー、フットリアですね。で、もうブルー。で、一回じゃあホグの方ですね、一回消しまして、で、イカリングも一度消します。そうすると今はこんな感じです。で、フロントの、そこに、今 LED を仕込んでいって、で、まあボディ下で、あとリアも、ブルーの LED を突っ込んでます。こんな感じですね。で、これはもう毎回やってるあの、ハザードですね。リアもこんな感じですね。で、ここ、ブレーキですね、ストップランプ、ストップランプを、握るとガイナーつくようになってます。下もそうですね。とりあえず今日何回はまあここまでです。今あのドラレコをあの調整しています。また、近いうちにドラレコをまたアップします。